ることなら台湾自動車学校へお気軽にお問い合わせください。お客様のニーズにお答えします。看板の企画デザイン製作施工から何でも、看板のことなら最高裁をお任せください。電話0548-52-2681、 0548-52-2681、最高裁までご用命ください。
子です、どうぞ。今ちょっとお金車両で前に通りましたね。1万円で5000円チャージするってことでやったんですね。お釣りが私たちは団体で入んなきゃなんないのよ、学級生。そうそうそう、学級生、そうそう。だから一般の人が身の利害の苦労あれは聞かなくて、途中から帰るんじゃない、休憩時間からなんか。そこはないでしょ。一緒かな、うん、そうだと思いますよ。あの人と伊勢さんなんかと一緒でしょ、向こうの方の人でしょ。
そうだからお嫁に来てるわけだから、うん、それだけどなんか違っちゃうんだよね。そう、普通になんかするってことないね。ないないね。子供の頃はよく近くから見てたのよね、うんうんうん、ただ私より3つ4つ上だからね。だからどんなに小さくはないけど、うん、それにしてもね、そうなの。あとそういうのはちょっともう今は慣れたからね、あれなんだけど、でもね、おかしいだと思うままにチェックしてたの。もし何かで団体でこう災害とかね、やるときにはおかしないかなと思ってね、あってはならないことだけどね、こう増えて言葉では言われたことないっていう感じ。そういうとこあるね、確かに。親しくしないでっていう感じだよ。もう慣れたけど、本当ちょっと大変だなと思う、ね、プールもね、ここ1年ぐらいやめちゃったの。そしたらね、うん、何にもすることなくて、それこそ近所付き合いはないし、うんうん、何にもすることないんでね、うんうん、それでみのりタイムの声、いいよ、みのり貸してもらって、今年から。そう、みのりはね、そう、特にね、私、王座と行った気がついたんだけど、王座と行くとみんなお知り合い、なんとなく見たことがある。だけど、もうコピー食ったもみんな違うもんだからね、その気持ちが良くなって困るんですよね。子供の同級生とか、もしかしたらね、間違いかもしれないですけど、中田の玉と申しますのお世話になります。あのね、あのもしかしたら傘をね、ゆうゆうさんの傘立てに忘れちゃったかもしれないんですよ。雨が降ってない、初めて、今年初めてだけど、すごくみんな久しく行ってくれてるの。そうね、館長さんは透明じゃない、あのね、赤青黄色とかなんか、館長さんってあのあそこのないか、あ、ほじゃあれだか、薬局だ、すみません、ありがとうございます。はい、どうも。挨拶したでしょ、最初。したね、うん、男の人なんだ。男の人、じゃあまだあるか、いいと思うけどね、何年かは行く。その方が去年ね、私王座といる時にね、あそこ、科学館、はい、なんだか、名前ルクル、うん、ルクルクユウクルクルクくルクルクなんかそうね、それでね、あそこのあれを置いたんだって。だけど去年からこっち、去年から来たっていう、だからまだそんなも動かないと思う。3年や4年もいるから ね、 ね、その方がね、ちょうどね、岩島さんちって私が青葉に向こうでね、やっぱり担当してくれた先生が奥さん、うん、でこちらのご主人、ああ、それじゃあ見ようと思って、すごいいい人でね、うん、やっぱり先生の資格を持ってる方とかが多いんじゃないかしらね、うん、まとめだからね、クラスを間違えないようにね、くれぐれも。あ、すいません、あのですね、今日ね、先ほどお邪魔した静岡の中田の玉川と申しますが、もしかしたらね、そちらに傘、あ、雨がね、降ると思って傘持ってったんですよ。それで、ゆうゆうさんじゃなかったんでね、そちらにもしかしたら忘れちゃったかもしれないもんで、今見たら傘がないもんで、これでね、その傘っていうのは、あの白いね、透明じゃなくて、あの普通の売ってる傘で、あのなんかね、青、赤、黄色とかなんかね、あの三角のなんか、そういう傘があって、なんかあの三角に斜めにこうなんかあのまだぐらいまで、そうそれがね、あ、それもしあれもうね、10月1日に取り行くんでね、それ僕のだもんで、ね、取って行きますか。うん、一応あのゆうゆうさんに行く予定だもんですから、はい、去年そんなので。
ね、子供病院に悩んでてとうとうね。そうした。はい。静岡市中田の田川邦明です。はい。はい、中田の田川邦明です。田川邦明です。プラスなことはね、耳にされてればいいからね。はい。よろしくお願いします。はいはい。はい、わかりました。よろしくお願いします。はいはい。うるせえ、主要なことなんだ。黙ってろ、やろう。来週あそこなんだって富士山の何一緒だ私いつもね30日火曜日なんだけど30日が28日火曜日にそこ、ね、世界遺産の何世界遺産そうだね、できたところ、うん、そう富士山の逆さのねそうそうそうあそこ行ってねであとは伊豆の方に行くお食事屋さんどっかあっちで日本料理のマリアおいしいとこよっていうところに連れてってくれるそうだからみんなこう割り食ってて私なんか知らないもんで、まあ、残ったのでいいわったら分数になっちゃった分数はやるんだよねなんか書かなきゃいけない本人もねもう係はね分数でも丸投げ分数はやるんだけど全部向こうに丸投げするんだよね、うんでもね、みのりはね、年収今年1回もやってない、途中でやめたんだけど、自分たちの印刷する、原稿で打って、で、打って。今年はね、構成までね、うん、自分たちでやりましょうって言って。あ、そうか、うん、そうだよ。あと原稿が仕上がって、うん、あれしたら、うん、印刷屋頼みましょう。そうだね。参加型にする しないと何かやっぱりやってるって気持ちしないからねお客さんじゃね、いつもいつもお客さんだとつまんないんだよねつまんないからねあやらせてもらうのがいいわと思ってないと思う次は終点そう思わなくなったらもう新静岡バスターミナルですどなた様も車内にお忘れ物をなさいませんよう毎一度毎年ね、3年に1回ね、同級会をやってたんだけどね、今年最後だにしましょうっていう通知が来たんだよね。そういう年になっちゃったのかなと思って。そういう感じですよね。だんだんね、集まるのがね、あるんですけど、やっぱり減ってってね。もう、お手紙もあの人はいつも出すと、いつもないからやめようって言ったもんね。
鉄道で向こうの方に一人がクローザーとじゃなくて私が行くところに来てる、うんうん、この方はね教習所の先生かな、あのご主人が元ね、なのでも車運転するのが好きだから、ね、うん、送ってってもらう、迎えに来てもらうらしくて、うん、場所はどこでも、うん、そうそう、うん、